い、皆さんこんにちは。今日は岡間先生と2人でデートです。やだ、しかも大遅刻してきたんです。大遅刻3分じゃん。パリのパックデゼクスポジション見本市の会場に来てます。今日はスイーツのスペシャリストと一緒にサロンドショコラでございます。はい、こちらのポルト・ド・ヴェルサイユというところにありますパリ最大の展示会場でございます。1920年代から存在するという、あ、人多いね。もう一個はあのシャルードゴール空港の近くに、そうそうそう、ジルパント。ここが最大なんでございます。で今同時にフワール・ド・パリ開催してます。でフワール・ド・パリって1904年からあるらしいですよ。あ、そう、うん、あんた生まれた頃だね。じゃあね、あんたは、私は、はい、産声を上げたぐらいの年でしょうかということで、フワール・ド・パリって何の展示してるの？フワール・ド・パリっていろんなものなんか最初からこの適当さがもうやばいね。あのね、何買ったかな、あの無駄毛をこう取るやつとか、顔の無駄毛処理機みたいな、なんかやつ、うん、なんかいろんな面白い発明みたいな、面白グッズみたいなの結構売ってて、フワール・ド・パリなかなかそれはそれで面白い。ここはあのモーターショーとかね、あとサロン・ジュ・リーヴォね、本のね、あの見本市だとかいろいろあります。着きました。今回でね26回目だそうです。去年はね、まあ、中止だったけれども、1人15ユーロでした。意外に立派なお値段で。意外立派かね。そうだよね、チョコレートついてくるわけじゃないもんね、うん、味見はできるかもしれないけどね。味見できるかな。そう、岡間先生は本当によくご存知なので、今日は私はご存知だけど食べるだけです。食べる、下調べも全くせず今日は岡間先生について行く予定です。あら、ピンクわーいわーい、超嬉しい。カラフルじゃん今日、なんか PSJ っぽいけど、あれじゃないの、マップさ QR コードでテレシャージしてください、ね、だマップないんじゃないかな、ない、ね、こんなちっちゃいとりあえず端から端まで回ってみましょうね。そうしましょう。はーい、ガーナエクスポート、豆の生産地も結構、あー、アラブ、なぜアラブ菓子が、なぜアラブ菓子がいやー、ほんとチョコレートだらけ、チョコレートだらけだね、当たり前だけど。結構人多いね今日ね。すごいね、これ学校紹介、学校紹介。シューカーキャールってさ、サクレ、なんかモンマルトルのお店じゃないかなこれ。うん、美味しそう美味しそう。ちょっとケーキ屋さんも一回りしないと、ね、そうね。ここか、ここだ、パリストリーショー。あ、メアコットがいるわ。あの、あそこにいるさ、おばあちゃんいるじゃん、うん、知ってる？何、テレビでなんか、そうだよ、パティスリーのブロガーで10年前ぐらいからなんかパティスリーのさ、素人のコンクールのテレビ番組で出てくるようになって、めちゃめちゃ人気のメアコットっていう、私のライバルで、そう、ライバル、おばあちゃんのライバル負けられないわよ。すごい、わー、すごい、これチョコレートなのかな、すごいね。努力賞をあげました。まあ努力賞ね、ひどいね、ひどいですね。ダビッドの、ね、絵ですね。ちなみにロバに乗ってアルプス越えをしました。うん、ちょっとイケメンじゃない？じゃあまたそういうところでイケメン、そんなでもない。スイスチョコレート、パタタクチネ、結構なんか パタタクチネもなんか最近ね人気で、よくショコラチエが出してます。味見、味見、箱がかわいい、箱かわいいね。あ、そういえばカロンドリエラボンの季節だ ね、はいはいはい、だね、なんかかわいいのあったら買っていこうかな。パンデピス好き、うん、全然好きじゃない。ラムホン食べてみよう。いただきます。おいしい、うん、しっとりしてておいしいね。 X の人だよ、エクソンコバン、あなたの地元じゃん。あ、そうなの？でもフォアグラ、うん、フォアグラと食べたら美味しいよ。美味しい、しっとりしててすごい美味しいよ、ね、ケーキみたい、ケーキみたい、本当ケーキみたい。いい顔してるこのおじちゃん。あんた親父好きだ、親父好きだもん、うん、お店ないんだって。お店ないんだ、なんかすごい食べまくる、うん、食べるわよ。お昼軽めで来たもん。なんか買う、買おうかな、まだ食べる。
今私パン食べた、うん、パン試食しすぎて時間ないわ、わかんない、味がわかんなくなってきちゃった。いいや、でもなんかいい、うん、ケーキ後でもしかしたらひどい、ひどい、あれだけ食いまくる、そう、あれだけ食べといて、ここはおばさんパワーで。あ、アンソンゲウレンマコって誰それ、なんとのチョコレート、あー、先生のお目当てのとこ、そう、今年はね、うん、あんまりあのパリのすごく有名なチョコレート屋さんが出てないので、あ、出てないらしいです。逆に地方のチョコレート屋さんの味見をするので、はい、じゃあ地方のチョコ、この人ね、なんとの有名なチョコレート屋さんだそうです。なんと、なんと、なんと、なんと本当かな、もうなんかあれだ、そうそう、何これ、これ何これ、なんてナチュ、すっごいお腹に溜まりそうじゃない、ね、ちょっと 試食させてくれそうよ、これ、ほらほら、本当だ、食べさせて、なんてって何、なんて、なんてって何、なんてって、なんて、あ、あれだ、あのあれ作ってる人ね、そうそうそう、プチブーオの、あー、タブレットは産地別でだいたい、でもそんな高くないね、5、6ユーロくらい、うんうん、産地別と、あとはちょっとあのダークチョコ、ノアゼットが入ってたり、ノアゼットいいな、あ、キャラメル、あ、これニコちゃんに貸す、書いてある、パジョー、マジでこんな感じ、キスキス、あと、アモンド、アビクラス、味見させてくんないの、あんた、え、味見したいよ、何の、あの、ノンテってやつ、メッシー、おばちゃんにもちょうだい、メッシー、こんなです、おいしい、あ、なんだろう、うん、おいしい、おいしいね、あとすっごい甘いけど、パロン、ジュベッポナーラブタブレットノアゼッツ、おいしい、おいしいね、うん、甘いけど1個食べたらもう3日間ぐらい食べ、甘いもの食べなくていいから、甘い、でもすっごい美味しい、あ、これ払うわよ、いいわよ、いい、先生がチョコレート買ってくれました、ブラックカードです、わら、まあ、腹黒い人用のカード、かわいい、今日の私のコートにも合ってますわ、本当だね、こっちにあってドス黒い、ドス黒い、ドス黒い感じ、ね、ボナーのチョコレート買ってくれました、ボナー、ボナー、ボナー老舗の、ボナーはグルノーブルのすぐ横のフォアホンっていう街なんです、はいはい、ニコちゃんの実家がある、あ、ニコちゃんの実家がある、美味しいよね、ボナね、チョコレートがね、板チョコが美味しくって、うん、あのね、本店ではケーキ類も売ってるんだけど、うん、ケーキ類はとってもまずい、言っちゃっていいのかそれでも確かにすごい産地とかにねこだわってて、高級なあの、まあ、ギャラリーラファエットなんかにも出てます、いや、ここさ、でもお店、路面店出たでしょ、パリで、日本にも出たんだけどね、うん、撤退しちゃった、撤退しちゃ、なんか結構そういうとこ多いよね、撤退しちゃったとこ、あ、ハリウスあった、あのさ、フラリス、ね、あそこのチョコレートもかなり美味しかったよ、フラリス、そう、なんかこの間お店行ってさ、なんかちっちゃいチョコの詰め合わせをねくれたの、あーね、ブリオッシュ売ってるよ、フラリスのブリオッシュ、私この間さ、インスタにあげたやつめちゃめちゃ美味しかったよ、大きいのしか売ってないね、大きいのしか売ってない、うん、ピエモンだよね、やっぱりイタリアは、うん、このノアゼットが有名だから、うん、そういうもの、チョコレート製品も、うん、そういうのをよく混ぜたチョコレート、そうだね、フランスはなんかワインみたいにさ、カカオ豆の種類とかね、ほら、ショコラチエとさ、風味を組み合わせたり、そうだね、なんかそういう独特の風味だけど、ボンジュー、ボンジュー、オレグ、オレグね、うん、おいしい、うわ、おいしい、マジブビアン、あ、ウェイ、メーシー、ガーチ、ガーチ、C'est super bon. Je vais prendre un pot s'il vous plaît. Chaud aussi. Sorry, daguette de. Sexy だわあれ。ほら。あらまあセクシー。ポションの。あ、ポションのチョコレートの。え、大事なところがチョコレートで。え、と。溶けちゃうっていうね、あー新宿駅前だや
椅子代わりの椅子代わりになっているらしい。座っちゃって、はい、すごい変な液体がついてる。変な液体がついてる。稲目タイヤさん本人がいらっしゃいます。はい、彼女のお菓子、世界チャンピオンになったんだよね。え、違う。あ、違ったっけ、うん、なんだっけ。彼女はもともとカフェプーシキンで。あ、カフェプーシキン、シェフカティシエ。はいはいはい。なんかチョコレートないのかな。もうチョコレートの作ってる。あ、作ってる作ってる。これ食べよ、これ。これ食べたい。食べた。あ、そうなんだ。美味しかった。え、これ買う、何買う、何買う。シトロンにしよう。シトロンにする。え、半分ちょうだい。半分こしよう、じゃあ。つまずいて落っこどさないでくださいね。うん、そう、シャレになんないからね。超かわいい。本当テレビで見るまんまかわいいね。オカマがかわいいって言うんだから相当な。うん、オカマがかわいいって言うからには相当かわいい。はい、私たちのために用意されたサロンでいただきます。死ぬかと思う。ニナさんの真後ろに構えてます。これはもうチョコだらけっていう感じね。タルトね。あのね、ピカンナッツが入ってる。ピカンナッツ入ってるの、うん、大好き。ピカンナッツ、あ、本当だ。で、こっちが柑橘オンパレード。柑橘、うん、ベルガモットも入ってる。ベルガモットも入ってる。あ、ベルガモット大好き。どうぞ。いただきます。じゃ半分こしてね。なんか今パキッてスプーン。あ、本当だ、スプーンが。ちなみにフランスはデザートフォークというものはございません。爽やか爽やか爽やかじゃない人が言ってる、爽やかだそうです。濃厚な人が濃厚なチョコレートを。共食いです。共食いです。うわっ、てか切れません。かぶち、かぶつけ。え、だってこれ男らしく。あなた、あ、ちょっと待って、無理、押さないと無理。うわー、どう、もうまた眉毛がハの字型になってます。チョコレート、すごいチョコレート。美味しい。甘すぎない、でも。サロンドショコラって感じ。感じだね。Avec le la dame chocolat de Monsieur, je vous conseille le délice fruité。はい。大変なことが起こりました。折れました。自分でフォーク持ってくればよかったね。マイフォーク。早に来るのが本格だもん。モフの方々がいらっしゃいます。あ、なんかすっごい美味しそうなんだけど。なにこれ、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 なにこれ。栗のやつとか超美味しそうじゃない。あ、これカリソンみたいなやつ。どれどれ、これカリソンみたいなの、美味しそう。ショコラチェさんがいらっしゃる。でもあのブリコのお兄ちゃん結構可愛い。ちょっとこうね、知的な感じ好きね、あなたね。あれ全部、あれ絶対吐くでしょ。もう無理だよ。食べたい、食べたいなら頑張るよ。私は無理だよね。え、あれ買いたかったの。買ったかったの。買って帰るまで崩れ落ちる。あ、崩れ落ちるね。これです。これね、そうそう、本型のこれ結構お土産で、おすすめです。あの融合でリクトールって言ったら、フランスの文豪リクトール融合を混じっているので、はい、本型です。箱も。あ、そういうことなの。そうだよ。あー、カンドリアドラゴンも30か。どうしよう、30ユーロ娘に買っていくか。あんた贅沢よね。なぜ、なんかすっごい日本で買うとものすごい高いらしいよ。うん、いただきます。1636年創立の老舗なんですが、ここはプラリネが有名です。で、その塩キャラメルバージョン食べます。あ、おいしい。これおいしいわ、ね、アーモンドがカリカリしてて。でもプラリネのが甘いね。今のうちに逃げましょう。はい、滝が、滝。詰め合わせとかにしたら 100% カカオとかあるよ。ダムな 100% はちょっと嫌だね。え、ショコラノア、ショコラノア、オカリネアモンド、ミャンミャン、ミャンミャン。この白いのが昔から作っている定番ものなんだそうです。 Vous savez, c'est comme les vins. Vous avez Bourgogne, Bordeaux, etc. Et là, en fait, on est exactement dans les mêmes choses. C'est qu'au Venezuela, ça provient de régions différentes. On peut passer sur du Cuba.Ah, c'est marrant, c'est comme le parfum. Il y a la note d'attaque et la note de... Oui, c'est vrai, ça change, hein, après.
à Grumes. Ouais. Acidulé à Grumes. C'est lent, c'est comment? Vous voulez goûter? Oui. C'est un peu plus. On peut sentir de, on peut sentir du thé un peu. Oui, c'est pour ça que j'étais curieuse. Asie, c'est pas destination. Oui, c'est pas un pays c'est pas à cacao. C'est pas un pays à cacao. Cacao, voilà. Moi, je vais prendre un Ceylan. Vous l'avez trouvé bon? Moi, j'aime bien. Ouais. Je trouve ça un peu fumé, légèrement. Légèrement. Ouais. Là, en Asie, on a souvent des cacaos qui sont un peu fumés. Ah oui? Ah, comment ça, j'ai entendu parler. Mandarin, tonka, noix de muscade. Miel, safran. C'est comme un chocolat, ça, le praliné. Si vous voulez acheter un chocolat, vous pouvez acheter un chocolat. Ah, 1人は 7 euros. C'est bien?いいね、買ってこうよじゃん。あ、試食が来た。てかもう結構気持ち悪いんだけど。ノワゼット。うん。で、avec des crêpes dentelles dedans。ああ。En fait, c'est la spécialité de la maison。ああ、super。Là, là, devant。あ、あんまり甘くない。人気商品は売り切れだから、プラリネなんかあれなんだね。おっぱらいの商品。なんだっけ、スーパーの夕方のセール。タイムセールだったんじゃない？なんか今更言うのもなんだけどさ、ちょっと買いすぎたかも。やばいです。試食もしすぎて若干気持ち悪くなってきたんだけど、ちょっと子供だましな感じのが売ってる。お兄さんが可愛いなのね。はい。チョコレートじゃなくて男の子を見る先生、可愛い。ちょっとお兄さんとチョコレートどうですか？はい、ビュッシュオーマビュッシュ、ビュッシュドノエルの展示です。これあれだね、カカオ豆のカボスという。あ、これかわいい。これ多分あれだ、ブルガンディの車じゃない？ブルガンディ。そう、私あそこの、そうハイティー行きたいんだよね。おしゃれー。あー、そっかそっか、昔はね、あれだもんね、クリスマスといえばオレンジだったんだよね。クレモンチンとかね。今でもほら、南仏はさ、そうだね、あの果物のフリーコンフィをね、フリーコンフィだね、食べるからね。ジョージュさん、あらら、ヒスクセクさん。この人、ジョージュさんのなんか買ってなかったっけ？うん、よく買ってる。よく買ってる、よく買ってるそうです。でもちょっとこのビュッシュあんまり、なんかね、綺麗じゃない、うんこみたい。キュブリシスドラッグストアは、ブリストルのシェフをしているエリック・フレッションのお店です。で、これ次がニーナ・メテイヤちゃん。あ、それさっきのニーナ・メテイヤさんね。あら、かわいらしい。お手紙がついて、お手紙がつきました。なんかさ、ノボテルってこの人さ、ノボテルを選んだお菓子で美味しい、美味しいんでしょ、うん、そうそう、なんかすごいさ評判なんで、評判でパリ1位のパティシエに選ばれた人だよね。これがやっぱりプラザーテね。あ、金持ちそう、いかにも。あ、確かに。シャンスバーガーとシャンゴリラ。この人も気になる。キュイエハミエンだって。ホテルキャストガール。これも蜂蜜だよね。フィリップコンティチーニだよ。汗臭い人だ。私？うん、違う。しかもあのおっさん用の性感剤。ああ、きついよね。大嫌い。このカカオ、生のカカオからオーブンロスティングすると 40% ぐらい減っちゃうんですけど、それが全く減らないので。ポリフェノール量としてこっちの方が 1.5 倍ぐらい含まれてます。焙煎。なんかちょっとさ、納豆みたいな味するの。それの、カカオ自体が発酵食品なんで。そう。発酵が香りはすごいします。しますよね。豆みたいな。そう。ほら、当たった。こういうその二部がすごくポリフェノールも含まれてて、日本人ここら辺変えてないって言われてるんですけど、やっぱチョコで食べると、チョコで食べてもいいんですけど。はい。砂糖も一緒。そうですよね、カロリー高くなるし、アクセントになってカリッとしてて、そう、タルト作るときに入れるもん。入れるの、さすが。あ、刺身。はい、トマショコラさんのオーナーです。どうも、お久しぶりです。はい、こちらでもご活躍、はい、すごい行列で大盛況でございました。はい、かなりチョコレートなくなってました。はい、でもやっぱり和のね、味を使って、和の味を使って、フランスの人にも人気だよね。大人気です。で、うちの娘が特に大ファンでございまして、はい、トカショコラさんとパトリック・ロジェしか食べないわ私みたいな。すごい、なんか贅沢な娘だ。口を肥やしてしまいましたので、マレのお店にはお菓子もケーキもあるので。そう、ケーキもありますので、ね、マレのお店はね、ぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございます。プチキャホーパリーというですね、パリのメトロの模様です。お土産に良さ
そう。お土産にね。9 carreaux de chocolat. D'accord. Et ça, c'est 6 euros. Ouais, ça fait 36 carreaux. Et là, on a 9 mini tablettes, 270 grammes de chocolat pour 35 euros. D'accord. Est-ce que vous avez une dégustation de petits chocolats ou pas? Oui, bien sûr. Oui, un chocolat noir, vous avez? Oui, bien sûr. On a plein de recettes. Donc 80% Ouganda. Ah, 80, c'est un peu peut-être 71 trop. Équateur. Oui, oui. Ah, ça, voilà. Merci. Il est très subtil, il est tout en variation. Mmh. Il est vraiment très agréable. Ouais. Ouais. C'est fruité. Ouais. Mmh. Floral et fruité en floral, fait. Floral, ouais. Je pense que je vais en prendre un petit. Un petit, ouais. Tu prends? Ok. Et vous avez un magasin à oui, Paris? Une boutique dans le 14e à Danferroche que je vais vous donner. Ah, 14 Koni Arusodes. C'est très design, c'est sympa. なんかあの可愛い男の子を追って、チョコレート食べに来たんですけど。先生。あ、そうです。先生。美味しそう。でも可愛いね。可愛い可愛い。はい。日本人のパティシエさんです。Ça a été facile de trouver du travail en France. Le modèle suivant est porté par Lily dans une interprétation couture de l'œuvre de Kamika. Hi. ということで、すごい人だったね。うん。もう音もすごかったし、ね、試食しまくってちょっと気持ち悪いということで充実した、サロンドショコラでございました。はい、では皆さん次回さようなら。